ドラちゃん、ドラちゃんおいで。ここにドラちゃん来てください。ドラちゃんおいで。ドラちゃん、ドラちゃん来てくれ、ここに来てくれ。ドラちゃん、ドラちゃんおいで。ドラちゃん、ドラちゃん、ドラちゃん、ドラちゃん。ドラちゃん、ここに来て、ここら辺かな、ここら辺に来てほしいな。ドラちゃん、ドラ、ここら辺に来て。はい、マッチングしました。バッテラストリート縄張りバトルです。皆さんこんにちは、ひれおさんチャンネルです。今日は久しぶりに実況動画を撮りたいと思います。いつもは、2倍速や3倍速にして実況動画を撮っているんですけど、今回は倍速にしないでちゃんと動画を撮っていきたいと思います。本当はこの動画も4倍速にしようと思っていたんですけど、ちょっとさすがに4倍速とか、まあ3倍速とか倍速にすると、みんなの目がちょっとついてこれなくて、おかしくなってしまうのではないかという、僕の心配の気持ちがあるので、今回はそういうことはしないでちゃんと喋っていきたいと思います。僕はいつも若葉シューターを使っているんですけど、今回はプライムシューターベッチュを使っています。で、いつも若葉を使っている理由は、まあなんか無難に塗れるし、使いやすいし、ということで、使っていました。特に若葉使いということもないんですけど、まあ、ここ最近ずっと使っていました。でも今日は、ちょっとプライムシューター別注で、ちょっと射程が少し長い武器を使いたいなと、思ったので、サブもスプラッシュボムだし、元気玉も強いし、プライム使ってます。で、プライム使ってみて思ったのは、インク管理が難しすぎて、僕、インク出なくなって敵にやられちゃうことが多くて、だからもうちょっと練習しないといけないなって思いました。ちゃんと使えるようになったら強いと思うので、これからスプラトゥーン3に向けて、3って、プライム、あるよね。あるよね。僕、スプラ3に向けて練習したいから使ってんだけど、これ大丈夫かな？あるかな？あるよね。大丈夫だよね。なんか不安になってきたわ。まあでも、頑張りたいと思います。へへ、ひでおさんチャンネルでした。